王江戸川乱歩前回の続きからですなんということだ彼は20時間以上も死骸を抱いて東京の街をさまよっていたのであろうかその夜11時ごろ K という警視庁捜査課に属する私服刑事が上野公園に近いある寂しい屋敷町を歩いていると行く手に当たって若い女らしい人間を小脇に抱えてえっちらおっちら走っている奇妙な人間を発見した「おい待て」と声をかけると相手はぎょっとして。 振り向いたかと思うといきなり恐ろしい速さで駆け出したがそのちらと振り向いた人物の顔はどうも人間ではない何か苑類に属する動物のように感じられたまさか猿が着物を着て走っているわけはないがと K 刑事は変な気持ちになったがひょいと思い出したのは 恐怖王の一件だしかもその前夜、花園伯爵霊場の死骸がさらわれた事実があるさらったやつはそうそうゴリラとあだ名を取った恐風王の手下であったさてはあいつゴリラ男だなそして小脇に抱えているのは伯爵霊場だな 閉めた。大物だぞ刑事は釉薬して怪物の跡を追った人通りもない寂しい町だ大物も逃げる者も,のも何の障害物もなく思う存分かけることができた町角を曲がり曲がり五六丁ほど 不思議なかけっこが続けられた彼らは二つの黒い塊になって風を切って走ったいくらゴリラでも重い荷物を持っていてはそうそう走れるものではない二人の距離はだんだん狭められていったこのまま走っていては瞬くうちに捕まるに決まっている 何とかしなければならないゴリラ男はとうとう決心した大事な獲物を捨てて我が身の安全を図る決心をした「えいこれが欲しけりゃくれてやら」彼は肉々しく怒鳴りながら抱いていた死骸を地上に投げつけてさらに走り続けた。 刑事はこの冬打ちにちょっとたじろいだ霊場の死骸に目もくれず追跡を続ける起点がきかなんだ彼は思わず投げ出された死骸の前に立ち止まったゴリラ男はその隙に十0軒ほども逃げ延びることができたもしその時彼の前方から あの巡査がやってこなかったらまんまと逃げおせたかもしれないだが追っかけながら刑事の吹き鳴らした予備校の効き目があったそれを聞きつけた一人の警官がちょうどその時賊の前面に現れたのだいかな乱暴者も走り疲れたところへ腹配に敵を受けてはかなわぬ激しい格闘の末 ゴリラめとうとう捕獲されてしまった二人の警官は賊の縄尻を取って霊場の死骸の倒れている場所へ引き返した君今も言う通りこいつは恐怖王のしたのゴリラに違いないこの死骸を抱いて走っていたのだからねこれは君花園伯爵の霊場だぜ K.K. が説明した。彼らは見知り腰の間柄だ「ふむそうか昨夜の一件だねこいつはでっかい鳥物だぞ」2人は思わぬ巧妙にホクホクしながら地上の死骸を覗き込んだ街灯の光がぼんやりと女の様相を照らしている。 違いないなこの服装の様子では確かに伯爵令状だぜいや美しい顔をしているまるで人形みたいだぜ警官たちの興奮した声に混じってクスクスと忍び笑いが聞こえた「おや誰だ今笑ったのは貴様だなこらお前何がおかしいのだ?」。 刑事は縄尻をぐいと引いてゴリラ男を叱りつけた賊は叱られてもまだニヤニヤ笑っている様子だったが別に口答えはしなかった「待ってくれおい変だぜ」「死骸をのぞき込んでいた警官が頓うな調子で言ったどうしたんだ 人形みたいな美しいお嬢さんだと思ったらこれは君本当に人形だぜほら見たまえ顔をたたくとこちこち音がする全くそれは人形に違いなかった洋服屋のショーウィンドウに立っているマネキン人形だうわははは 突然ゴリラ男の傍若無人な笑い声が爆発した。だが笑われても致し方がない。飾り人形を本物の女の死体と思い込んで目の色変えて追いかけたんだからどうにも引っ込みがつかない。しかし待てよこの夜更けにマネキン人形を抱いて走っているのも変だし。 それに泥棒でもなければ何も逃げ出すことはないはずだおやおやするとこいつは人形泥棒だったのかいやどうもそうではなさそうだただの人形泥棒があんなに死に物狂いに逃げ出すのも変だしあれほど眼鏡に抵抗するわけもないその上こいつの顔が気に食わぬ話に聞いている ゴリラ男の人相とそっくりだそこでケイ刑事はいずれにもせよ何かの罪人には違いないのだからとにかくその男を警視庁の留置室へぶち込んで上役の意見を聞くことに腹を決めたさて翌朝になって花園伯爵家の書生を呼び出して首実験をさせてみると果たせるかな こ「いつです。一作やの賊はこいつに違いありません」という答えだその上同じ書生の証言によって例のマネキン人形に着せてあったのは霊城京子さんが当夜着ていた洋服と寸分違わないことまで判明した洋服の襟の裏に 京子さんの持ち物であることを示すイニシアルが縫い込んであったのだから間違いはないいよいよ分からなくなってきたゴリラ男は一体京子さんの死骸をどこへ隠してしまったのだろうまたなぜマネキン人形なんかにその着物を着せて持ち歩いていたのだろうなんだかキツネにつままれたような 途方もない話である警視庁では軽刑事の上役の捜査係長が取り調べを担当して「終日ゴリラ男とク比べをしてみたが結局何の得るところもなかった」「ゴリラ男は何を尋ねてもろくろく返事もせず返事をすればでたらめばかり言っている」 始末に終えの,のだ。京子の死体をどこに隠したかマネキン人形は何の目的でどこから盗み出したか彼の狩猟の強風王とは一体何者であるかその他さまざまな尋問に対して何一つ満足な答えを得ることはできなかったいやそればかりではない。 だだんだん尋問を続けているうちに実に恐ろしいことが起こった係長が剛を煮やして賊の方を殴ったのがいけなかったそれまでは「ろくな答えはせぬにもせよ」ともかくおとなしく応対していたゴリラ男がその一撃に腹を立ててにわかに暴れ出したのだ。 彼はギャッというような不思議な叫び声を発しながら歯をむき出して本物のゴリラそっくりの恐ろしい総合になって係長に飛びかかってきた係長は寸でのことにこの猛獣のために食い殺されるところであったいや決して誇張ではない後になって実際 ゴリレ男のために噛みつかれた巡査さえあったのだから彼の興奮はなかなか静まらなかった数日の間暴れ続けた警官たちの折巻が加われば加わるほど彼の凶暴は募っていったそしてとうとう 一巡差が彼の牙にかかって半死半生の目に合うような人事を引き起こすことになった人々はこの男が人類に属するか獣類に属するかを疑わねばならなかった猿にしては人間の肌を持ち人口を下するのが変であったしかし人間にしては あまりにも力強く凶暴であったついにはこの超人のために警視庁の地下室に動物園の檻が運び込まれた猛獣はその檻に閉じ込められその中で尋問を受けることになった実に前代未聞の珍事と言わねばならぬだが それは後のお話我々はゴリラ男が捕獲された翌日 D という大百貨店内に起こった危機開会の出来事について語らねばならぬ。百貨店内の結婚式ゴリラが捕獲された翌日の午後。 アパートの書斎に考え込んでいた大江ランドのところへ大型の西洋封筒に入った立派な招待状が舞い込んだその文言は次のごとくであった何かとお骨折りくださいました私たちの結婚式をいよいよ本日午後5時 D 百貨店において 挙行することにいたしました番書を送り合わせご列席のほど願いあげます恐怖王花園京子果たしてゴリラ男は京子の死骸と結婚するのだいやゴリラ男ではない この招待状には強風王となって「いる。いずれにもせよ京子は俗の妻となって生き恥をさらさねばならぬのだ」「だが場所もあろうに D 百貨店とはしかも午後5時とは何という大胆不敵俗話の大群衆の中で恐ろしい結婚式を挙行するつもりであろうか」 ランドは早速このことを警視庁と花園家と電話で報告した警視庁ではすぐさま D 百貨店へ刑事が出張するという答えであったちょうど電話をかけ終わったところへひょっこり北川夏子が訪ねてきた大変なことになりましたわねゴリラの行方は。 まだわかりませんの彼女は挨拶もしないでそのことを言った。夕べ捕まったのです。しかし京子さんの死骸をどこに隠したかは少しも白状しないということです。ランドは今朝花園家の書生から聞かされたゴリラ男逮捕の天末を手短に語った。 まあ,あ人形に京子さんの服を着せて持ち歩いていたんですって変ですわね。一体何のためにそんな真似をしたのでしょうそれが誰にもわからないのです。ゴリラは何も言わないのです。いや不思議はそればかりではありません。ご覧なさい。今こんな招待状が舞い込んだところです。 夏子は結婚式の招待状を一読して、しばらく黙り込んでいたがはっと嬉しそうな叫び声を立てた「大江先生私なんだか分かりかけてきたような気がしますわ。ええきっとそうだわ。つじつまがあっているわ。私名探偵になれそうな気がするわ。團藤はこの若く美しき未亡人の。 少々とんな性質を知っていたので、彼女の大げさな言葉にもさして驚かなかった。何がわかったとおっしゃるのです。この招待状の意味がです。なぜ D 百貨店を式場に選んだのか、ゴリラ男がどうしてマネキン人形なんか持ち歩いていたのか、ということがですわ。ほ あなたはそれが分かったとおっしゃるのですか。弾道は面くらって聞き返した。D 百貨店を式場に選んだことと、例の京子さんの服を着せられていた人形との間に、何か関係でもあるのですか。おわりよ。未亡人はさも自信ありげだ。 そこに謎を解く鍵が隠されているのですわ。一見して何の関係もないようなこの二つの事柄に、すべての秘密が複在しているのですわ。ああ、嬉しい。先生にも解けない謎が、私に解けたんですもの。女探偵ですね。キャンドはあっけに取られた。 その秘密というのを僕に教えてくれませんか無論を教えしますわ。夏子はますます得意である。でもそれよか、これから二人で T 百貨店へ行ってみようじゃありませんか。そして私の想像が当たっているかどうか、確かめてみようじゃありませんか。